こんにちは恋愛婚活スタイリストのジュリです今日も youtube をご覧になってくださってありがとうございます今日はですね好きになった女性に絶対に聞くべきことについてお話をさせていただきたいと思います男性本当にこれ多いんですけれども自分が好きだなって思ったらもう相手 を把握しなくなくっちゃうんですねで自分の思いだけでこう突っ走ってきて前のめりになっちゃってその前のめりの気持ちってすごくいいところなんですけれどもちゃんと相手の 事情も把握しないとただただ前のべりになってもうまくいかないケースがあるんですねで、何を聞かなくちゃいけないのかこれはもうね彼氏がいるかどうかも絶対聞いてくださいじゃないとこう戦略も変わります本当にすごい多いです自分が好きだからアプローチしようみたいなね人すごく多いんですね相手にもし彼氏がいたらこっちの打つ手も変わってくるしそれいるのに彼氏がいるのにアプローチするかどうかっていうそれ以前の問題でも変わってきますよねなので必ず彼氏がいる かかどうかは相手が本当のこと言うかどうかわかんないですけれども一応ね必ず聞いてください一応っていうか絶対に聞いてくださいじゃないともう進め方が全然変わってきますなので自分が好きだなって思ったら必ず聞くことを彼氏がいるかどうか周りから聞いてもいいしまあ本人にねこう担当職人に聞くのはちょっと難しいかもしれないので言い方ってね大事なんですけれども必ず聞いてくださいではですね、えー、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので是非受け取ってください コメント欄から LINE のお友達募集してます。こちら毎日違うことをつぶやいてますので楽しみにしててください。えー、電子書籍のね URL もつけてありますのでチェックしてください。メルマガ LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方お願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。